サイバーホワイトのプロレス4団体が送る年に一度のお祭り、サイバーホワイトフェスが今年も開催。全78名が参戦し、注目カードも満載。団体の誇りをかけた対抗戦やタイトルマッチもあるぞ。今回はその中から注目試合を紹介するから、みんな聞いてくれ。俺は頑張れプロレスの大岡健だ。まずは東京女子プロレスから、荒井由紀、すずめ、野輪ひかり VS 長野ジュリア、伊藤真希、山下美優。中でも注目なのは長野ジュリアと荒井由紀の初遭遇。長野ジュリアはアクション女優としても活動中で、現役の看護師という肩書きに加え、 TikTok フォロワー90万人以上、首都流空手の世界大会で優勝経験もあるハイスペックレスラー。対する荒井由紀は現 SKE48 で活躍中。昨年プロレスデビューを果たし、東スポプロレス大賞新人賞も受賞した。東京女子プロレスの大人気選手。運命的にも両者蹴り技を得意としており、長野ジュリアがブラジリアンキックで初勝利をもぎ取るか、それとも荒井由紀のファイナリーが炸裂するのか、芸能界でも活躍する両者がリング上でどんな対決を見せるのか注目だ。堀田由美子、青木真也、剣道家臣、高木三四郎 VS 西垣コーチン明人、今成ファンタスティック夢人、男色ダンディー D の E のセクシー勇気。サイバーファイト副社長の明人がなんとフェロモンズに加入したぞ。固い結束力と制御不能ぶりで暴れ回る奴らを高木三四郎率いる実力派揃いが迎え撃つ。確かなレスリング技術を持つもリング上ではやりたい放題の剣道家臣、世界で名を上げる格闘家青木真也、女子プロレス界の暴走女王堀田由美子、実績十分すぎる高木三四郎組がフェロモンズをどう攻略するのか、結末を見逃すな。第4試合はプリンセス・オブ・プリンセス選手権次期挑戦者決定フォーウェイマッチ、渡辺美優 VS 上福由紀 VS 水木 VS 辰巳梨花。この試合の勝者は 7.9 大田区総合体育館大会で東京女子プロレス最強の証、プリンセス・オブ・プリンセス王座に挑戦できる。クレイジーファイトで再び高見え辰巳梨花、回転式ボディアタック、渦飴は必見水木、長身から繰り出す打撃には要注意上福由紀、驚異的なパワーを持つアイドルレスラー渡辺美優、それぞれの魅力を放つ4人、予測不能な戦いに目が離せない。第7試合では世界的スターロブ・バンダムが参戦。傭兵原田大輔、清宮海斗 VS 早田小川義成、ロブ・バンダム。ロブ・バンダムは世界的熱狂を生んだ団体 ECW で活躍し、史上初の WWE と ECW の2冠を達成。また WWE でグランドスラムを達成し、昨年 WWE 殿堂入りも果たした超スーパースター。そんなスーパースターを清宮海斗、原田大輔、傭兵がどう攻略するのか、世界のレジェンドからどこまで吸収できるのか期待したい。この試合も外せない。第8試合は注目のノア VS DDT 対抗戦。小峠敦、稲村良樹、中島克彦 VS 樋口和貞、秋山純、遠藤哲也。丸藤が急遽欠場し、代わりに中島和彦は参戦するぞ。記者会見に乱入してめちゃくちゃなことをしやがったぞ。元ノア所属の秋山純がどんな戦いを見せるか要注意。団体のメンツがかかった全面対抗戦、勝つのはどっちなんだ。対抗戦といえばこちらも注目、ノア VS DDT 対抗戦、佐々木大輔 VS 剣王。ノア、 DDT、それぞれを代表する2人のカリスマが激突。佐々木大輔は DDT の極悪集団ダムネーション TA のリーダー、
5月22日後楽園ではラフサッポを織り交ぜた斬撃非道ファイトで KOD 6人タッグ王座を奪取した DDT のカリスマ。対する剣王はノアの反体制ユニット金剛のリーダー。昨年のサイバーファイトフェスでの悔しい敗戦を経て今年はサイバーファイトフェス広告塔を宣言。5月10日の会見では佐々木大輔が酒を飲んで参加。それに怒った剣王がファイヤーキックを強行し炎上会見に。 5.30 ノア川崎大会の前哨戦後には佐々木が復讐のスタンガンで剣王をノックアウト。団体のプライドを背負った一騎打ちは危険すぎる一戦へと激化。あなたはどちらを応援する？セミファイナルはプリンセス・オブ・プリンセス選手権。挑戦者坂崎優香 VS 王者中島翔子。2人は東京女子プロレスの旗揚げメンバーであり10年にわたり団体を牽引してきた存在。2年半前の両国大会では王者中島翔子から坂崎優香がベルトを奪取。王者中島翔子が防衛し2年半前の雪辱を果たすか、坂崎優香が王座奪取し坂崎時代を築くか、埼玉スーパーアリーナのセミファイナルという大舞台で東京女子最強が決まる。メインイベント GHC ヘビー級選手権、挑戦者小島聡 VS 王者塩崎剛。 4.30 両国でGHC ヘビー級王座に返り咲いた塩崎剛。その前に現れたのは小島聡。小島はこれまで IWGP ヘビー級王座、三冠ヘビー級王座を体感。 GHC ヘビーを負けば三大メジャータイトルグランドスラム達成となる。だが塩崎もノアの象徴である GHC 王座を外的に奪われるわけにはいかない。剛腕を名乗る2人の対決、炸裂するのはどちらのラリアットか。また武藤さんからの大切な報告があるらしい。まあ、今あんまり喋りたくないというか、近々報告することがあります。以上、OK。俺たちプロレスラーもプロレスさんもこの大切な報告を聞き逃すわけにはいかないな。以上が注目のカードだ。おい、俺が出る頑張るプロレスの試合がねえじゃねえかよ、ふざけんなよ。おい、年に一度のお祭りサイバーファイトフェスティバル、6月12日レッスルユニバースへ生中継だ。みんなで一緒に熱くなろうぜ。サイバーファイトが送る年間最大のビッグイベント、サイバーファイトフェスティバル2022、 ノア、 DDT、 東京女子プロレス、頑張れプロレスが大集結。元 WWE チャンピオンロブマンダムも参戦。ノア対 DDT、 両者の威信をかけた一騎打ち。佐々木大輔 VS 剣王。東京女子プロレスはトップ同士の頂上対決、坂崎優香 VS 中島翔子。次のチャレンジャーは俺だ。 GHC ヘビー級王座をかけた剛腕対決、小島聡 VS 塩崎剛。サイバーファイトフェスティバル2022はレッスルユニバースで独占生中継。そう、祭りだ。